タクメトのメトロセントラル。よいしょー、にゃっ、いらっしゃい、にゃー、入りました、入りましたよ、始まりました、今日もね、元気にやっていきたいと思いますけども、そうよ、元気にやるよだからね、はい、じゃあ自己紹介お願いします。そうですね、現役史上初、元東京メトロ行きの鈴木メタルです。はい、元 JR 東海で働いてましたタクワンボーイです。お願いします。お願いします。ね、新鮮ですね、なんかこういう自己紹介とかもね。絶対自己紹介いらないから僕たちのファンの方が見てるんだよこれ。確かにごめんなさい。でも改めて改めてやらせてもらいましたけどね。はいはい、ということでね、今週はバレンタインがありまして。あったね、バレンタインで。皆さんはどうでした？チョコもらえました？もらってないよ。やっぱもらってない、もらってない人もいますよね。いるんだよ。そっかそっか、ほんと僕たちがね、僕たちがたくさんもらっただけでね、皆さんはもらってないかもしれない。うんね、そんなもらってないですけど、言うほどね、もらってないですよ、本当に。ということもありましてね、なんかバレンタインの思い出じゃないですけど、はいはい、ちょっと今日はメトロさんから聞きたいなと。はいはいはい、まあ僕も話しますけどね、そこはもちろん。なんかメトロさんの学生時代とか、まあ野球やってたじゃないですか。そうそうそう、絶対野球部はモテると思うんで。みんな言うそれ。いやだってもうモテますもん野球部。で、言うじゃん。俺の学校、はいはい、まず、俺、ずっと、確かにエースピッチャーでした。はいはいはい。みんなから注目あります。もうエースピッチャーですよ。もうもらいますよ、そりゃ。ただ、うちの学校、はい、眉毛剃っちゃダメなのよ。眉毛を剃っちゃダメ。だから、もう眉毛ボーボー、なおかつ野球部は、はいはい、はい、帽子のツバを曲げちゃいけないの。はいはいはい。そんなストレートキャップ。もうストレートキャップにもう眉毛ボーボー。一休さんが野球やってるみたいな。どこの寺からやったんですか。なるほどなるほど。高校だったから。はいはい。意外にでも意外にあんなもん持てないのよ。本当にじゃあ冴えない感じが出ちゃってるわけです。そうそうそう。みんな野球部も。出ちゃってるのよ。せっかくいい表情とかしてるのに、眉毛もいい。キャップさん。一休さん。はい、はい、だから。じゃあ女子から見たらなんか冴えない男子たちっていう感じ。って感じだった。だから結局、いやもうサッカー部はもう本当眉毛ちゃんと剃ってさ。はあ、もうロン毛だし、はいはいはい、全部もサッカー部に持ってかれて、うわ、もうさら立ちますね。俺がエースなのにさ、誰も見てくんない。え、じゃあマジでゼロ？よ、ゼロ。え、リアル、待って、高校マジでリアルゼロだ。待って、S ランクで入って、エースピッチャーやって、気持ちいいね。ゼロ。いやマジでね、今思えば、思い返してもだって本当にチョコなんて幼稚園小学校で、はいはい、記憶止まってるもん。中高も多分もらってないよ、多分。専門も。そうなんですか？もらってない、もらってない。ちょっと待ってくださいよ。いや、俺が。これ困りますよ。僕もだって全然、工業高校だったし。男子高校、うん、しかも、学生なんて、戸棚隠れてたら男ですよ。もらえるわけないじゃないですか。もう終わりですよ、この回。何の盛り上がりもない。戸棚隠れるって、ドラえもんの押し入れで出るみたいなもんや。戸棚隠れる生徒います？何それ、めっちゃ興味深いわ。だからもう そんなやつなんで、もう僕もらってないんで、うん、だからメトロさんはきっともらっただろうなと思って僕は質問したんですけど。だからね、俺が、使い果たしたと思うの。はいはい。幼稚園の頃はめちゃめちゃモテた。幼稚園でモテるとかあるんですか？そう、なんか人間でもモテ期がなんか必ず来るっていうじゃん。はいはいはい、はい。モテ期を幼稚園で使っちゃって、はい、本当にもう、年少さん、年中さんと年長さんの2年間行ったんだけど、うん、はいはい、もう年中さんのチョコも8個ぐらいもらって。えで、年長さんの頃なんて、はいはい、まあ、年中さんに比べたら年長さんって結構混ぜてるじゃん、性格が。うんうんうん、だから、ありますよね。普通に、そのみんなでお弁当を食べて、うんうん、みんなで歯磨きタイムがあるの。はいはいはい、はい。で、俺が席戻ろうとしたら、うんうん、未だに忘れないけど、一人の女の子がいてさ、はいはいはい、あやちゃんって子がさ、うん、うん、あやちゃんね。たくーん、チョコーってくれたわけ。はぁー、嬉しい、ありがとうって言ったら、はいはい、普通に、ガバッって、え、幼稚園年長だよ。え、ありがとう、もらってくれてありがとう、ガバッって。ハグ。俺にもう、こう俺に追いかぶせてきた、俺を押し倒して、そこまでで、ずっと俺のことギューして大好き、大好きすぎる、大好きすぎる、それはもうそこの時でも先生も来て、いやあやちゃんやめなさいって言っても全然話せない、大好き、じゃあもうその時はどういう顔してたんですか、下でデレデレでした、やめろって、デレデレでした、やめろって言って今でもその記憶はあるんですね。あるそうそう、えー。だから本当にチョコもらったっ
っていうのは本当そこの記憶で止まってるもん。本当だから本当それが、はい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 、多分学生時代の最後じゃない？なんで小学校の頃もらってなかったんだろう。あ、眉毛太いからかすぐ、すぐ分かった。眉毛は太い人だったんですよ。ずっと太かったから俺。あー、なるほどね、うん。っていう思い出は結構残ってるね、ずっとね。あ、そうなんですか。うん、え、逆にどんな、なんか思い出ある？そう、淡い思い出じゃないけど。いや、だから僕はもう本当に学生は、うん、だからもうバレンタインなんてもらえたことないですし。うんうん。うん、本当に、高校入ってももちろん僕のクラス男ばっかですから。そうよね。もらう機会ないですから。そうか、そうか、そうか、うん。で、唯一駅員になってから、うん。もらったんですよ、僕。え？どれに先輩の女、女性社員の方。あ、女の人にね。はい。先輩にもらったんですけど。女の人以外あります？どういうことですか？いや、それボーイズラブあんのかな？違う。駅員としてボーイズラブとかあんのかな？女性もいるんですよ、ちょっとね、うん。女性の方にもらったんですけど、うん、で、めっちゃ嬉しかったんですよ。だから、うん、本当にもらうことなかったっていうので、うん、そうですね。ありがとうございますっていうことで、本当普通に。うん、可愛らしいチョコレートもらって、うんうん、で、いただきまして、うん、で、バレンタインの1ヶ月後、ホワイトデーにお返しするじゃないですか。あ、うんうんうん、で、お返しに何を渡そうと僕思ってですね、うんうん、もうほんと渡したことなんてないんでいやーと思って、スーパーとかうろちょろしてたらめっちゃなんか美味しそうなジャムがあったんですよなんでちょっとこれでいこうかなってジャムを持ってって、ちょっとこれ梱包してくださいって言ってしっかり梱包してもらって、これしてください。なんすか？つば飛んじゃった。いやめちゃくちゃバカにしてますじゃん。つば飛んじゃった。え？そんなこと？出て。なんか梱包してなんかプレゼントみたいなの紙袋に入れてもらって、その女性社員の方渡しに行ったんですよ。おう。そしてありがとう、お返しでくれたのねって言って見たら、なんでジャムなの？そりゃそうなんでしょうよ。いやだからジャムって何？ジャムってダメなんですか？いやダメでしょうよ。普通にダメ。せめてクッキーでしょ。クッキーなんじゃ。だってホワイトデーって結構基本クッキーが主流じゃん。え？かもう飴玉みたいな。飴玉？ジャムなんて聞いたことない、そんなの。え？ジャムおじさんがバタコさんに返すぐらいじゃない？ジャムって日本この世界中の男を探して。マジっすか？ジャムおじさんがバタコいつもありがとうねって。あ、ジャムおじさんしか許されない。許さないと思うよ、本当に。僕、じゃあ、ジャムおじさんと同じことやってるんです。やってるね。運動、走るべき。なんでそんな美味しそうだったの、そのジャムって。何がそうさせたの？いや、なんか本当にイチゴジャムだったんですけど。イチゴジャム？はい。せめてチョコであるよ。チョコもかすってねえじゃん。イチゴジャム。何それ？いや、ほんと美味しそうだったんですよ。うん。ほんとに、だから、これがいいかなと、悩みに悩み、うん、ジャムにしたんですよ。へ、そしたら、なんか、ショックだな、みたいなこと言われたんで、あー、ちょっと、女の人は難しいなって思いました。いや、難しくないわ。あんたが難しいんだよ。あんたが。あ、そうなんですか。そうでしょうよ。あ、そうか、考えすぎました。考えすぎだ、そんなの。あ、そうなんですね。そうね、懐かしいけど。で、勝手な偏見かもしれないけどさ、はいはいはい。まあ、男子校って、うんうんうん、それこそね、さっきの話じゃないけど、はいはいはい、ボーイズラブみたいな、うんうん、やっぱ、その男同士好きなのってあるの、うんうん、普通に興味ある。いや、それはなかったですね、僕の周りだと。ないんだ。はい、気づいたことないですね、そういうのに。うん、だって俺の学校、その北海道旭川の、うんうん、まあ女子高校があるんだけど、うんうん、普通に放課後、うん、普通にその女子高校は結構やっぱ女同士のカップルが結構多くて、結構普通にもう手繋いで、はい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 、バス乗ってそのデートとか結構見たよ俺。あ、そうなんですか。うん、ええー。だからそれが普通かなと思って、そういうなんか同性しかいないが、はいはいはい、そういう恋愛は全然普通にあるのかなって、うんうんうん、もちろん偏見も何もないけど、はいはい、そういう世界なのかなと思って。いや、でもない。まあまあわかんなかっただけかもわかんないですけど、うん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 、僕周りではわかんないですね。本当にもう、あ、なかったと思いますけどね。そうでもすごいよね。だからいろんな愛があるよね。うん、そうですよね。今本当に、ジェンダーレスの時代ですから。かっこいいな、ジェンダーレス。え、布袋寅泰の新曲ジェンダーレス、ごめん、僕がちょっと知識なさすぎんのかな。かっこいい、え、布袋寅泰さん。いや、僕も初めて行ってみました。担任に初めて行ってみました。ジェンダーレス。よくニュースとかで見てたんで、うん、いつか使えるかなと思ったら、うん、今だと思って。今か今タイミングこうなってる。まあまあ、合ってるかもね、今だと思って、はい、行ってみたんですけど。ジェンダーレス。ジェンダーレスって言うんですか。だから一応その東京の中でもさ、はいはいはい、なんかそういう同性婚が許されてるなんか区ってあるんだってね。うん、市役は、はいはい、結婚できるらしい。あ、そうなんだ。じゃあ婚姻届をその、うん、渋谷区で出せば OK 結婚できるんだって。へぇー。前ニュースで見て、へぇーと思って。
そうなんですね。逆に今増えてきてるんですか、それも。いや、どうなんだろう。そうだね。多分ここでまだってカップルでしょ。なんでですか。他にも、え、な、な、何を。びっくりした。え、ちょっと待って、認識がお互い。認識がとかじゃない。待って。カップルチャンネルでした、これ。だからコラボした。だからじゃないんすよ。聞いてないですわ。びっくりした。違うの？勝手に。かっこりだ。一方的にカップルチャンネルにされてましたわ。皆さん、気をつけてください、この方。もうやけくそだ、これ。びっくりした。皆さん、やけくそで。いやいや、それでその話題を話してるわけじゃないですからね、もうそこは。そうね、そうね。ねえ、すごい、ね。だからそういうのも増えてるわけなんですね。そうだね、そうだね。で、さあ、ホワイトデーが3月14日。14日ですよね。だから、わかるです、うん、バレンタインはチョコじゃん。チョコ、はいはい。で、ホワイトデーって、何を返せばいいのかなっていうのは、もうわかんない、うん。そういうことですよ。ね。で、ジャムになったんですよ。なるほど、そういうことですよ。それですよ、皆さん。確かに。わかんないもんね。わかんないですよね。確かに。え、ごめん。普通に申し訳ございません。さっきは申し訳ございません。しっかり頭下げてますよ。大丈夫です、大丈夫です。もうジャムおじさんに謝ってください。確かに。そうだ。すごいな。そうか、わかんないんですね、やっぱり。だからそれこそ、だからクッキーか、うん、俺の中でそのクッキーか飴玉なの。うんうんうん。それがなんかある。普通に。え、クッキー、飴玉。うん。でもチョコはどうなんですか、チョコ返し。あ、もちろんチョコ返しもいいんだろうけど、うん、なんかチョコ同じもので返すのなんか失礼みたいなこと、なんかネットニュースで見た気がする。あ、確かにあるかもしれないですね。変化を超えた方が。なんかその返すものによって思いが変わるみたいなのあるそうですよね、うん、これ返したら友達だし、これ返したら僕も好きですよ、ね、あ、確かになんか友チョコと本命チョコみたいな、そうそうそう、なんかあるんだろうね、そういう意味合いがね、絶対ありますよそれ。確かに。いや難しいですね。いや難しい。だからでもだからそれこそプレゼントだけ渡す人もいるだろうしね、うん、はぁクッキーとかなしでありがとうってマフラー渡す人もいるだろうし、はいはいはい、そうだよな、そういえば大事だよね、そういうね、そうっすね、うん、いろんな愛があるんだよ。なるほど。本当にそう、いろんな愛で思い出したけどね、はいはい、やっぱ渋谷区って、うんうん、その同性の方がその結婚できるのは、うんうん、東京で唯一渋谷区だけらしい、うん、さっき聞いたそれびっくりしたわ。え、言った？言いました。全然記憶ない。びっくりした。証拠ある？証拠はあのありますバッチリ撮ってますよ。しっかり見せます後で。私もちょっと渋谷区のことびっくり、どんだけ伝えたいんですか。渋谷区行こうって言ってるんですか僕に。びっくりするわ、この人。いや、ほんとに。ねえ。誘ってますわ、渋谷区に。渋谷区へ誘われてますわ。やだやだ、ほんとに。ほんと渋谷区だけは。渋谷区だって。なんかやだよ、道玄坂とか怖いもんね。いや、怖いですよね、渋谷はね。ほんとにやだ、ほんとにやだ、マジで、ほんとに。でもなんかあれだね、その企画じゃないけどさ、うん、それなんかそういうやっぱイベントごとになんかお二人でこう企画とかさ、ほんとそうですね。なんか長尺動画できたらいいよね。ほんとそうですね。なんかせっかくのイベントですからね、一、うん、回の、うん。いや、そう、うん。だからあの動画でも言ったけどさ、秘境駅、声が実る、その秘境駅みたいな。はい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 。ああいう駅を二人で、はい、こうロケに行きたいって思う。マジで行きたいですね。ね。あの、濃い山形駅。あ、出た。はい、はい。島根でしたっけ、地図急行と、うん、あったね。うんうんうん、あれ、全部ピンクってすごくないですか。あれ、すごいよね。うん、あれめっちゃ、あれ、ほんと、あれ加工されてないよ。ほんとにピンク。いや、それぐらい信じれないぐらいピンクですよね。すごいよね。僕もびっくりしました。メトロさんの動画見て、そう。恋ポストとかあって。そう、恋ポストね。だから、あれは多分、よくディズニー行ったら、カップル行ったら別れるとか言うけど、どうなのね。恋山形行ったら別れるとか言うんだけど、大丈夫か。あ、ちょっとそれあったら怖いですね。怖い。僕らこうやっておすすめして、うん、そう。別れましたとか来られても困りますから。それでなんか文句言われてもなんかね、こっちは何もできませんのでご了承くださいね。そうですね。すいません、そこは本当お願いしますよ。お願いしますね。あとだから、小和田駅に小和田。はいはい。あそこだから、たくあんちゃんの地元です。地元長野じゃん。うん、あそこやっぱ地元では有名なの？小和田駅。小和田は、そうで、地元でも行く人いないと思いますけど。いないんかい？いないよ、うん、多分ですけど、うん、何十年も前は、うん、多分行ってたと思うんですけど、僕一回その、うん、コロナになる前ですね。はいはいはい。ちょっと、本当に YouTube も100人とかしかいない時に行ったんですよ、うん、ロケに。あ、そうなの？小和田駅。行って、うんうん、見たら本当にあの、恋が実る、その、ベンチが置いてあって、あ、すごい。ここに座ると、音楽が鳴りますみたいな書いてあって、うん、座ってみたんですけど、うん、で、上にミラーホールみたいなミラーボールついてて、音鳴るのかなと思ったら、もう、錆びついて何も鳴れません。で、ピカピカするはずなの、何も光りません。実るわけないですよ、あそこは。
実るわけがないです。え、長野ちっちゃい、もう渋谷区やん。そこ渋谷区よ、多分。長野じゃない。光ってる時点でも渋谷区だってそこ。東京や。実らないです、多分あそこは。そんなことある。そうですよ。へー、面白いね。怖いですよ、でも。だから、うん、そういうのもいいけどさ、俺、例えば何回も言うけど、ホラーが好きだから。ホラー、ホラーをしますよ、メトロさん。本当に。ホラー動画追い出すもん、メトロさん。そう、ホラーこそ俺、ホラーのなんか企画とかやりたくて。うん、うん。まあ、難しいけどさ、だ心霊スポットの駅行くとかさ、うんちょっとなんかその、潜入してみたじゃないけどさ、もし許可とかそういうのいろいろあるけど、可能な限りその二人でなんかタクアンドは、この駅のこのホームにお化け出るんだよみたいなとこ行って、そういうのを動画にしたいなと正直思うけどね。面白いですね。ちょっとめっちゃ怖そうですけどね、もうリアルに。ビビリだっけ？いや、ビビリですよ。あ、そうかそうかそうか。もう多分、だから前もそのラジオで話したと思うんですけど、前回、乗り移られたっていう話したじゃないですか。あれマジ怖かった、あれを。本当なのになるね。本当なんですよ。だからもうそういうところ行ったら怖いんですよ、僕乗り移られないかなと思って。確かに。だから自然と多分霊感あるんで。分かった。見えないだけであるんですかね。だから見えない人の方がそう。はい、だから霊感見える人よりも、見えない人の方がなんか霊感あるんだって。どういうことなんですか？そういうことってことじゃん。はいはい。なんかその見える人よりも、逆にその、金縛り合う人とか、なんか、気配感じるとかの人の方が、霊感は圧倒的に高いんだって。はぁ。そう。高いは高いんです、ね、高いと思う、普通に。アベレージ。パープロで言うオールビーみたいな。結構、優秀なやつですね。優秀優秀、普通に。アベレージビーは結構ですね。キューバに倒せる、普通に。キューバ相手倒せる、全然。え？怖いっすね。だからそう、怖い。だから、なんか、俺はそういうのないからね。え、見えるんですか、じゃあ、見とる。あ、俺一切見ない。見えない。うん。けど、別に乗り移るとかそういうのもないし。まあそうだね。ただ、その、俺のお父さんと、兄ちゃんが、結構霊感あって、え？結構見てたのよ。今までめちゃめちゃ。え、何が見えるんですか？そういうのって。あ、だから兄ちゃんに関しては、俺と、兄ちゃんがそのばあちゃんち行った時に、兄ちゃんがなんか2階でなんかゲームやってて、はいはい。で、なんか喉渇いたなと思って、1階の冷蔵庫行こうと思って、ふとなんか1階降りて、ソファー覗いたら、ひいおじいちゃんが座ったって思って。で、こっから、で、兄ちゃんがうわーってなるじゃん。うんうん、で、また2回行って、はい、いや、今のは嘘だ、今のは絶対見てない見てないって言い聞かせて、また心をね、決心して、また1回行って、はいはい、10分後ぐらいかな、10分後ぐらいにまた1回そーって覗いても、はいはい、まだいるんだって、ひいおじいちゃん。すごいな。で、兄ちゃんが、はいはいはい、もう多分、そこで多分兄ちゃんがもうお化けじゃないと思ったらしくて、泥棒かなってなって、もう普通にもう、警察に電話したらしい。はいはい、え本当にしちゃったんですか？本当にいますみたいな。そんなレベル。で、警察来て、誰もいませんよ。あれおかしいな、みたいな。そのぐらい似ちゃってる。うわだから、遺伝的には、俺も霊感あって おかしくない。はいはい。家系なんだなと思った。お父さんも普通に顔を洗ってて、ね、はいはい、仕事行くから顔を洗ってて、はいはい、パッと鏡見たら後ろに血だらけの女の人。怖ぁそういうの俺は。めちゃくちゃ怖いですね、それ。そうだね。聞いてきたから、兄、はい、ちゃんとお父さんから。だから言うともう大丈夫かみたいな言われたけど、俺は一切見ずに来たっていう。マジっすか。そう。だから俺がお化け見ちゃったら、多分、うん、もう心霊スポットでも行きたくないってなるんだろうけど、見てないから、はいはい、興味があるんだろうね。なるほど、なるほど。行こうよ、みたいな。一番立ち悪い方。こわっ。ほんとメトロさんが、うん、もしそこ行った時に、見て、うん、で、僕に乗り移ったのを見て、うんそうね、もうタクアンボーイとはコラボしませんって言い出すかもしれないですよね。でもね、バズるよ、多分。どっちかがなんか呪われちゃったら、取り付かれたらバズるぜ。えぐいバズり方しますね。えぐいと思うぞ。ほんと、それこそおすすめ乗ったりしてね。すごいなっていうのあったかないや、ちょっと、まあ、夏とか楽しみにしてますわ、じゃあ。そう、オンシーズンじゃないけど、うん、夏とかそうだね。なんか、お化け屋敷とか、うん。行きたいよね。いいですよね。そうそうそう、行きたいなと思って。はいはい、はい。皆さんが、うん、ついてこれる範囲でね、なんか、そうですね、怖すぎたらやっぱ、怖すぎて見られなくなるのが一番寂しい。うん、それは、ね、そうですそうです。だから楽しく、うん、届けられたらなと思ってそうだね、楽しくね。エンタメとしてね。そうですね。ありますね、ということで。はいはいはい。ということで、うん、まあいろんなね、これからもイベントありますので。また顔引きつってないお化けの話してからなんかすげえ顔引きつってる気がする。ちょっと乗り移られたかもしれない。怖い、やめてバズった。この動画バズった。
嬉しい。なんか見えてるかもしれないですよ、皆さん。マジやめてよ、ね、本当に、ね。お願いします。お願いします、ね。そうですね。ということでね。はいはい。もう間もなく時間ということでね。はいはい、はい、はい。うん。じゃあまた次はね。はいはい。バレンタインは終わりましたので。そうだね。うん、でも次は本当、ホワイトデーに向かっていく感じかな。まあ卒業シーズンですから。あ、そうだね。うん。まあ卒業の時のなんか話とかもまたできたらな。あ、そうだね。思いますし。そうだね。はいはいはい。よろしくね、お話しできればと思ってます。お願いします。お願いします。はい。ということで、本日は終わりにしたいと思います。はい、皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついでに恋ダンス、明日に向かって進めたら、よいしょー